収まりました。スタートしました。16番リアメリア脱出きません。さあ先行争いです。17番のスマイルカナが行きました。内からは3番のクリスティが2番手、そしてレシステンシア今3番手です。内は4番のイベリス、前から5投目には14番のディアンドルの体勢です。あと中段は内から2番のシゲルピンクダイヤ追走して1200メートルを通過。あとはサウンドキアラ、マルターズリオサ、内に1番のマジックキャッスル、中段グループ、これから3コーナーです。そしてその外に中段に控えました6番グランアレグリア、残り1000メートルを通過、第3コーナーをカーブしていきます。その後ろにデゼルです。内には8番のランブリングアレーが行って、さらにはプールビル、あとダノンファンタジーが行って、アフランシール、内には9番のテルセット後方です。残り800メートルを通過。後方2頭は16番のリアアメリアが行って、最後方は10番レッドベルディエス。さあ各馬第4コーナーへ向かって残り600メートルを通過。先頭は3番のクリスティで今直線コースに向かいました。そして2番手にはスマイルカナ、あと3番手には18番レシステンシアです。残り400メートル今通過、坂を上がってきます。あと追い込み勢は懸命に追い出している2番のシゲルピンクダイヤ、さらには外からグランアレグリア、グランアレグリアがやってきた。さらには14番のディアンドルも頑張っている。さあ200メートル通過してレシステンシア捉えて、グランアレグリア、これは強い。2番手はどうか、1番のマジックキャッスルか、グランアレグリアゴールイン。2番手は外から8番のランブリングアレーか、内は1番マジックキャッスル、強い。それはなぜか、それはこの馬がグランアレグリアだからです。